こんばんは、スーパースターアンディ南野です。もう最近ほんまこの、まあうちの事務所の事務所でずっとばっかり撮って、一人撮ってばっかりで、皆さん楽しんでもらえてるんですかね、この YouTube は。まず、今日が木曜日ね、火曜日に、おとつい火曜日に、このスーパースターがタイソンに奥野氏の前切り作戦を教えたんじゃないかっていう動画アップしたんですが、まあ先日の動画でも言いましたが、正直そんな作戦聞いた記憶はありません。マジでヤンディさん、僕ね、私奥野はタイソンに前蹴りで行きますからとか、そんな作戦聞いてない。聞いてる。でもまあ、でも奥野氏が嘘をついてるとも思われへんし、まあただ正直このスーパースターアンディ南野はよく人に、アンディさん全然話聞いてないなとか、まあ言われることもあります。聞いてる、聞いてない、聞いてないことも多い。で、奥野氏が前入れ作戦を話してたけど、このアンディ南野が全く聞いてなかったという可能性はあるかなと。必死になって奥野氏がこのスーパースターアンディに、アンディ南野に、ヤンディさん、僕はね、こういう作戦で行こうと思ってるんですよ、どうのこうのって言ってたんかもしれませんが、まあ全く多分聞いてません。人の作戦、いや、まあそこ忘れるかな。まあでもこれはほんま嘘ではありません。まあ、聞いてないって言ったら失礼になるのかな、忘れてるのかな。で、まあ、ましてや作戦を知っていてバラすような前では絶対やりません。そんな言い方今までしてませんから。で、 YouTube で言ってる、言ってみたりとか、なんかネットニュース越しにとか、そんなことじゃなくて、このアンディ南野に文句や不満や言いたいことがあるんだったら直接聞きますよ、私でよければ。直接会って話しませんか、よければ。なんか結構関西の方も多分ご用事で来られることもあるんだろうし、はい、まあ私の方から日本全国どこへでもあれで行きますんで、呼んでもらえたら、交通費ぐらいは別に自分で出しますし、はい、それよりもこのままで奥の市の方で、あのガキあんやろうって胸に思われてる方が僕は気持ち悪いとかちょっと嫌やし、不愉快では全然ないですけど、向こうさんの方が多分不愉快であると思うから、僕はやった方で向こうはやられた方と思ってるから、だからあれですけど、まあ、潔白を話す、誤解を解くというのではまた違うかもしれんけど、まあ、ちゃんとした説明はしに行きますし、それでまあ納得いただけなかったらそれは致し方ないなと。ただもう一方的にそのなんか YouTube でおっしゃられるとか、私のことなんかまあいろんなネットニュース越しで私にそういうことを発信されても、こちらからお答えの術がないですからね。直接よかったら話しましょう。で、作戦でなんかバラされてやっぱ殴りたいぐらい腹立ってるでしょ、私に、このスーパースターに。一度よかったらどこでも行きますんでお会いしませんか。結局話し合っても絶対言った言ってない、聞いた聞いてないの水かけ論にはなるかなと思うんやけど、そうやったらもう例えばリングはもうどこでもいいし、私のことぶん殴りますか、よかったら。ブレイキングダウンでも、この私アンディ南野主催してるマネーファイトでも、例えばごぼうの塔の本部でもいいですし、その他どこのリングでも構いません。リングじゃなくてもいいし、別に奥野さん、奥野氏には他にも因縁があって、まあ俺が戦いたかったタイソンに勝ったでしょう。じゃあ俺はタイソンに勝った奥野さんと戦いたいね、奥野氏と。3000戦無敗の男、所沢のタイソンに勝った奥野氏とね。あれですよ、あれでしょ、タイソンのセコンドにこのアンディ南野がついたのに、タイソンが負けたのに、負けたから、このアンディ南野にそのリベンジをさせてもらいましょうかね、あれったら。あ、そしてこのアンディ南野、実はね、
本名は南野隆なんですよ。奥野さんも隆ですよね。まあ字は違うかな。まあよかったらついでその最強の隆決定戦でもやります。隆ってまあ多分日本固有の名前やから隆っていうのは。だから日本一は世界一の隆になると思います。日本一の隆は世界一の隆ですよね。世界一隆を決定戦に決めますか。よかったら僕はやりますよ。よければある程度ルールはもう決めていただいても結構です。もう難しい知能指数系のやつはダメですよタイソンとの試合も台本ややらせやなんか言われてるし、このアンディ南野とパシンと綺麗に何かしら戦いやって、奥野さんの強さが台本ややらせでないと証明よかったらしませんか。今のままではその世間の視聴者さんリスナーさんも納得しないと思うんですよ僕は。で奥野さんね、このアンディ南野の作戦をばらした卑怯な男やと、卑怯者呼ばわりやと、呼ばわりをしたまま逃げんとってくださいよ。ちゃんと話しましょうよ。話僕もだから卑怯かもしれんね、こうやって YouTube で何かこうやって伝えて。でもまあよければ私は奥野さんの連絡先を知りませんが、概要欄に LINE の ID とか、もうこれは個人のメインでこれ一個しかないんで載してますから、よければそちら伝えて連絡いただいてもいいですし、まあ誰かしら秘書の方か、その会社の方でもいいですし、直接喋るの嫌やわって言ったらその誰か伝えにでもご連絡いただければ、しっかりした、お対応させていただきたいと思ってます。はい、まあ男やったら拳で語り合ってもいいですけど、全然僕は、まあ、奥野さんにその根性や度胸があればですがね。でまあ、これ以上ベラベラ話してもまあ仕方ないんで、これぐらいにして、それじゃあ奥野さんアンサーお待ち申し上げております。ということで、スーパースターアンディ南野でした。